本日は歴史薫る我が町岸町をご覧いただきありがとうございます。私は岸町公民館の職員の岡田と申します。まずはじめに、岸町は近隣からも岸町の名称で親しまれていますが、今回は岸町と呼ばせていただきます。ご了承ください。それではまず岸町公民館の歴史について紹介します。岸町公民館は昭和54年、今から42年前にこの建物でスタートしました。現在は浦和区12館ある公民館の拠点館としての役割も果たしています。 JR 浦和駅の南西に位置し、中山道に面しています。この建物の敷地の歴史は古く、明治時代の初期からいろいろな施設に使われてきました。岸町公民館は昭和54年この地にコミュニティセンターができたときに、月の宮公民館と岸町西公民館が合併して同センター内に移動し開設されました。本日はこの辺りの歴史について地域歴史研究家の杉浦健二先生にお伺いしたいと思います。先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず岸町の名前の由来についてお伺いします。この辺りは昔岸村と呼ばれていたそうですが、岸村の岸の由来についてお伺いしたいと思います。ふるさとガイド埼玉1ウォークイン中山道浦和宿改訂版の表紙に使われている写真の浦和宿絵図にも岸村は記されています。1811年、今から210年ほど前です。そしてさらに古くは、今から370年ほど前の絵図にも岸という名前が見えます。中山道のここです。岸町の岸の由来については諸説あります。例えば海の近くにあった、さらには川の近くにあったからという考え方です。本当に近くに海や川があったのでしょうか。実はありました。はるか太古の頃でした。この辺りの地形図を見るとそのことがよくわかります。今から6500年から6000年前は低いところには海が来ていたことが分かっています。高台にはその頃の遺跡も発見されています。ただまだ文字のなかった時代です。川の存在はどうかというと、海が引いていった後の時代に荒川とは別の川が流れていました。旧入間川です。岸町はこの辺りです。今でもその痕跡が残っています。旧河道といいます。この川の流れに沿って古墳が点在しています。古墳ができたのは今から
1500年ほど前のことです。ここが岸町です。俳人の小林一茶が岸町と関係があると伺ったのですが、どのような関係があるのでしょうか。話は江戸時代へと戻ります。俳人の小林一茶、数々の名句を残しています。この一茶が我が町岸町でも一句読んでいるんです。それはまだ彼が29歳の時でした。彼は父の病気を見舞うために長野へ向かいました。その時に記したのが寛政三年紀行です。紀行文ですね。その旅の折に岸町を通ったのです。一茶は4月10日蕨で宿を取ろうとしましたが、大名のお泊まりで警備が厳しく追い払われてしまいます。こんな感じです。仕方なく先へ進みますが、風雨が激しくなってきました。そんな中、軒先を貸してくれるとの声がありました。嬉しくなりました。一茶はむしろ一つで一晩を過ごします。よくは眠れなかったようです。翌朝、浦和宿に向かいます。浦和宿にやってきました。そして月神社のところへ行きました。月読みの宮というのは月神社、月の宮神社のことですね。こんな感じです。この様子を見ながら一茶はこう思っていたのだと思います。気分はすっきりせず、眠気もまだ残っています。しかしそんな気分を引き立ててくれるほどの素敵な若葉を見ることができました。そしてこの一句となりました。悪眠い気を引き立つる若葉かな、悪眠い気を引き立つる若葉かな。月神社は岸町公民館のすぐそばにあります。神社の様子を描いた絵のここに注目してください。実は岸町公民館の入り口にタイル画があります。この絵と似ているところがあります。例えばここです。 A の場所とします。タイル画の方にもここですね。そしてこの場所 B、 タイル画の方にも同じような絵が見えます。ここにもあります。 C です。そしてタイル画の方にもこの場所、王子の中山道の様子がこのタイル画にモチーフとなって現れているのかもしれません。俳句のつながりから言えば、我が町のこの人です。岸町に住んでいた俳人、長谷川かな女です。高浜虚子の弟子であり、日本の女流俳人の先駆けとして俳句の振興に努めた方です。岸町4丁目高砂町の南側に住んでおられました。市内に区碑が2つあります。これは
築神社の境内にあります。そしてもう一つは別所沼公園の中にあります。岸町には教育関係施設も古くからありますね。その歴史についてもお願いします。岸町は明治時代の初期から教育活動の盛んな町でした。岸町公民館から中山道を少し北に行ったところに小さな石碑があります。東和銀行のところです。この石碑は明治の初期にこの地に埼玉県師範学校があったことを示しています。学校の先生を養成するための施設です。開校したのは良いのですが、子どもに教える実習をしなくてはなりません。そこで近くの学校を付属小学校として指定しました。それが今の高砂小学校でした。当時は浦和学校と呼ばれていました。今の高砂小学校です。学校のシンボルとなっている大銀杏もあります。東側には大欅もあります。高砂小学校は今年開校150周年を迎えました。伊勢丹の壁面にお祝いの懸垂幕も飾られました。 JR 浦和駅においても令和3年3月9日から3月28日にかけて高砂小学校開校150周年記念事業の一つとして高砂小学校浦和の未来を考える作品展が開催されました。経緯をまとめてみるとこんなふうになります。師範学校が浦和学校、今の高砂小学校を付属小学校にしました。ここで力をつけた先生方が県内各地の学校で教壇に立ちました。その後師範学校は埼玉会館そば埼玉市役所へと移転していきます。そして女子師範学校も設立され、文教都市の礎を築いていきました。その当時の建物は宝生閣と呼ばれ、その一部が復元され浦和博物館に残されています。女子師範学校の校舎としても使われました。宝生閣は浦和レッドダイヤモンドのエンブレムにもデザインされています。師範学校が埼玉サッカーの発祥に大きく関わったからと言われています。埼玉県庁を中心として浦和郷学校、浦和学校、そして埼玉県師範学校など、この町にはたくさんの教育施設が生まれ、そして続いてきました。明治以来の経緯を見ていくと、この町はまさに文教都市発祥の地と言えます。本日の講座はいかがでしたか？今回の講座で少しでも岸町の歴史に興味を持っていただければ幸いです。先生、本日は詳しく解説していただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。